なのでもう拭くだけで大丈夫なんです。はい、皆さんこんにちは、吉本クリエイティブエージェンシー1年目スバルの奥野と申します。よろしくお願いします。はい、今回なんですけれども、今回は合皮の靴を磨いてみたいと思います。合皮の靴って意外と結構皆さんお持ちなんじゃないでしょうか。自分なんかもですね、あの社会人成り立ての頃はですね、合皮の靴を営業の時に履き潰して履いていたりとかしたので、まあ、合皮の靴って結構安いんでね、そういう方も結構いるんじゃないのかなと思うんですけれども、さあ合皮の靴っていうとですね、やっぱり普通の革じゃないので、やっぱり磨くっていう発想がなかなかないんですね。ただですね、合皮の靴も実は磨けるんですね。で、磨けば光らせることができるんですよ。はい、ということでですね、今回は合皮の靴の、ケアの仕方と、あと合皮の靴でも、こんな風に表面磨きできるんだぞということでですね、最後に合皮の靴を光らせてみたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、合皮のケアの方法はこちらのように簡単2ステップとなっております。まずはブラシで靴のほこりを落としていきます。次に濡らしたタオルで、靴の汚れを拭き取っていきます。たったこれだけなんですね。やっぱり革のように栄養を浸透させるっていうような概念がないので、合皮の靴の上にクリームを塗っても中に染み込まないんですね。なのでもう拭くだけで大丈夫なんです。で、さらに今回は番外編として合皮の靴にも表面磨きができるんだぞっていうことですね。今回はですね、表面磨きも施していきたいと思います。さあ、まずは形を整えるためにシューキーパーを入れていきます。続いて曲げブラシでブラッシングをしていきます。さあ、それでは固く絞った布で、靴を拭いていきます。私はですね、布をですね、いちいち洗うのがめんどくさいのでティッシュで拭いちゃいます。さあ、それでは靴を磨き終わりました。こんな感じでですね、ブラッシングと水を含ませて固く絞った布で、磨くとこのような形になります。かなりですね、綺麗に汚れも取れたんじゃないかなと思います。通常ですと、このような形にすれば、靴のケアは大丈夫なんですけれども、今回はですね、合皮の靴も光るっていうことをお見せするために、こちらの合皮の靴に表面磨きをしていきたいと思います。さあ、磨き終わりました。さあ見てください、こっちがですね、表面磨きを施した方と、こっちが何もしてない普通のケアのみをした方になりますね。どうですか、やっぱ表面磨きをした方がですね、やっぱり周りの景色が映って見えますよね。こういった形でですね、手の影が映っていたりだとか、やっぱり合皮でもですね、ワックスをつけて磨いてやれば、こういうようにしっかりと、表面磨きをすることができるんですね。さあ、それではいかがでしたでしょうか。このようにですね、合皮の靴でもワックスをつけてあげればしっかりと表面磨きをすることができますので、合皮の靴をお持ちの皆さんも靴磨き全く関係ないことはございません。ぜひぜひね、合皮の靴を磨いて可愛がってあげてはいかがでしょうか。さあ、本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。靴磨きっていいなぁと思った方は、こちらのチャンネル登録ボタンと高評価ボタンをクリック。本業のお笑いの方は下にあるツイッターで告知しておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いします。それではチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。